廃墟になってしまった祖母の家、 DIY 素人の兄弟で再生、廃墟復興を目指して。今日も廃材を片付けていきます。重い？そうだね、重いね、結構。監督、競馬にマーキングしとった。
りに。なかなか抜けないな。昔はこういう角材というか、うん、こういう細長い板を家で見つけてこれを剣だって遊んでた。そうだね。で畑のおばあちゃんが育ててる植物やねひまわりとかああいうのをぶった切ってよく怒られとったね。ひまわりが小さい頃は敵に見えたの、うん、でもそうだったよね、うん、こうやってよく家にあるこういうのを剣を削ってそう削るまでやってや本当にそうだよね。うん削って本当にこう剣みたいにしてこれチャンバラをしてる今の何俺たちがチャンバラしとったぐらいの年、うん、の子はチャンバラとかすんのかな。もう基本やっぱゲームとかなのかな。そうなんだな。
それは厳しいんじゃない？お。でも抜けた。抜けました。本当ね。むちゃくちゃに積んじゃったから。うん。反省点だね。一番は向こう側から取れればいいんだけどね。軽トラがいけないからしょうがない。その後ろ見てみ。真後ろ。真後ろ。うん。今立ってた場所の真後ろ。鳩の。あれが？うん。ここにあったんだ。ちっちゃいどれ？あ、違うっすか。あ、いや、ほんとちっちゃいな。ほんとだ。これではなさそうだね、前の。うん。ある。うん、絶対いっぱいあるだろうね。そこにある軽トラにまでおしっこがある
いい天気だね、空カリカリって皮を食ってるのか、木の皮を入ってるよね。豆がきという本当に豆みたいに小さい柿が実っています。これは直径3センチだとトマトの皮ぐらいの感じで、直径5センチになるとリンゴぐらいのなんかシャキシャキした食感になるとかなんとかって調べてみたら書いてあった。食べれるってこと？うん、食べれる。そのままでも？そのままでも皮のままいけます。本当に？これは本当です。こんぐらいがプチトマトみたいな。そう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 、やっぱ信州のこれも柿の一つですね。おお、信州にしかないの？あ、まあこの種類の多分他にもちっちゃい豆ガキ系の種類はあるのか分からんけど、でも信州に何あるって書いてあったよ。いただきます。はい、ただ渋みは強いって書いてあった。甘いよ。あそう、甘くて渋みが強いといやでもヤギたち食べるよね。うん、すごいね。前ちょっと揚げてみたら美味しそうに。あ、しっぽ敵が固まるヤギたちは、うん、その渋みの元となる、うん、超渋いじゃん。犯人が、はい、犯人に強いというか、うん、まあ普段からそういういろんな雑草を食ってるから、うん、あんまり感じないんだよね。ね、犯人に強いって担任の先生が言ってた。ダジャレは犯人に来てくれ。はいはい、そうだ。食べますね。美味しそうに。あれ？吐き出した？もう皮で種を吐き出した。あ、種か。あ、本当だ。かなり実がなってきたね、柿。うん、ここのね、柿は普通には甘かった。もう一回言っとくじゃ。あれなんか言ってたの言ってた。やっぱ出来たての柿があの甘いのかもね。なるほどね。だってもう硬くなってるもん。ああ、初めのやつはすごい柔らかかったもん。柔らかいのなら渋くないってことだ。多分実るにつれて、うん、渋みが出てくる。ああ、でもこんぐらいでもあのもう要は熟してるから、うん、甘みはもちろんあるから、うん、全然干し柿にできると思うよ。あ、そろそろ。うん、あれいらないって。匂いは飛ぶけど食べない。ほんとだ。ロセは？ほんと匂いは、あ、え、うん、ロセにあげようとした瞬間に急に武器になったソラが食い始めた。どうして急に来たじゃん、ほんと。あれ、どうぞ食い始めた、急に。ほんとだ。ほんとソラ食うのうまいな。ほんとバクバクいくじゃん、削るように。この下の歯しかないのに落とす。ほら、ロセもうまい食うのが。ほんとだ、この下の歯でうまくこう削ってシャッシャッって食ってる。すげえな。吸ってる汁を。渋さ感じないのかね。美味しそうに食うな。口がオレンジになってる、そら。ロゼの分まで奪い始め。怒られるぞ。
まだ落ちてるのがある。急にスイッチが入ったね、空スイッチが、ね、すげえ、もっと来るみたいな感じ、うん、もうないよ、おやつおしまい。